はい、どうもこんにちは、オタク美容師です。ピースピース、なんかもうこのピースピースを毎回やるのかな、オタク美容師は。ですね、今日はですね、DM とかでも、インスタのですね、インスタの DM とかでも質問がたまに来るんですけど、全然返してなかったハートの作り方やっていこうかなと思います。ハートの作り方はすごく簡単で、この子の名前を募集中です。私の名前を決めて、何ちゃんかな、ちょっとね、日本人離れした顔してるんですが、ぜひ日本人の名前を誰かつけてください。それではね、ハート。こうしない、でもこうしたところで、俺がこうしちゃったら見えないよね。どうしよう。ちょっと、行き当たりばったりやってみましょう。ハートを作る上で、必要なものは、ゴムですね。ゴムとゴムですね。これわざと分かりやすくカラフルなゴムにしたんですけど、ゴムとクルリンパ棒なんですけど、全然何も用意してない。クルリンパ棒が、クルリンパ棒知ってます？100均とかでも売ってるらしいんですけど、300円とか400円ぐらいでも売ってて、このクルリンパ棒は非常に使いやすいです。使いづらいクルリンパ棒っていうのは、なんかこの辺に切れ目とかが入ってるやつは、このハートを作る上では非常に作りづらいので、それがどんなクルリンパ棒かもお伝えしましょう。ちょっと一回止めますね。すいません、戻ってきました。そうですね、これがさっき使いやすいって言ったクルリンパ棒、何に使いやすいってハートを作るのですね。この僕の左手で持ってるこのクルリンパ棒、切れてるじゃないですか。これはハートを作る上ではちょっと使いづらいんで、こういうクルリンパ棒を買うのはやめて、買うならこういうまるっとしてるクルリンパ棒を買いましょう。で、まずこれ何のためにこの動画撮ってるのかっていうと、僕がそういうオタクアレンジが好きだっていうのと、そのね、作り方を教えてほしい。なんで作り方を教えてほしいかって、これ友達同士で作れるんですよ、知ってしまえば。でこれ僕とある YouTuber さんの、 YouTuber さんじゃないですね、 VTuber さんのお仕事をした時に、赤いリボンを使いすぎちゃったんで赤だけなくなっちゃってるんですけど、とりあえず何色にします？何色で作ろうかな。やっぱ風磨の紫にしますか。風磨の紫で作りましょう。普通に黒とか茶色とか、黒髪の人だったら黒のゴム、茶髪の人だったら茶色いゴム、金髪の人だったら黄色いゴム、黄色っていうか、なんか金髪っぽいゴムみたいのは基本であって、これはなんかこうわざと推しの色、推しのリボンをつけるときとかのように色付きのゴムを使います。よし、それではね、リボンを作っていきたいと思うんですけど、リボンじゃない、ハートね、ハートを作っていきたいと思うんですけど、どこでもいいんで、こう結びましょう。見えます？結びますね。これ割とちっちゃめのゴムなんで40ぐらいでいいと思うんですけど、こういう時にこの毛が挟まっちゃうと後ですごくやりづらいんで、この下にダッカールを挟んで結んであげると、この下の毛が上に絡むことがなくなるんで、止めてあげるといいかもしれないです。これで本当に何の準備もしないで道具を取り出した感じですね。これに必要なものはシングルピンですね。シングルピンを4本使うと非常に
ングルピンでもダブルピンでもいいんですけど、シングルピンとかダブルピンって何なのって言ったら、これが2本出てるからダブルピンで、これがシングルピンです。これがシングルピン、これを使うとよりやりやすいんですけど、これキュッてしましたら、これを、まあ、どのぐらいでもいいんですけど、これね好みなんですけど、僕半分ぐらい、半分よりちょっと3分の1いかないぐらいですかね。これだとちょっと僕の好みより少ないんで、もうちょっと取りましょう。で、まあ本当に半分ぐらい、半分ぐらいですね。縦に、横にか。横に半分ぐらいに割って、またこっちの上の半分を結んでいくんですけど、その時もこれを今度この下の半分が絡まないようにラッパーで留めてあげて、だいたい1センチ間隔ぐらいですか、1センチっていうのはここの間隔が1センチくらいのところにゴムを結んでいきます。何ですね、何重したかはちょっと自分で数えてください。で、ここでまた新しいアイテムの登場です。これ意外といろいろ出てくるんですけど、あった方が本当に作りやすくて、ないと結構作りづらい、作れはするんですけどね、そのシングルピンがなくても、このまとめ地がなくても、このまとめ地で、まとめ地ってこの手を汚さずにつけれるワックスですね。それをピヤーってピヤーって結んだけにつけてあげるんですよ。そうするとなんかパヤ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 って言っても減るんで、先につけておいてあげましょう。これをストレートアイロン当てるともっといいんですけど、今日はちょっとストレートアイロンない、まあ、あるんですけど、なくてもできるっていうことをね、見せていきたいんで。そしたら、このクルリンパ棒の登場です。で、このクルリンパ棒を、この1センチ間隔のゴムの下側から、下側からですね、クルリンパの逆ですね、僕は勝手に逆リンパって呼んでるんですけど、こういう風に差し込んであげて、この毛を中に入れたら引っ張ります。ピッて、こういう引っ張った時もなんかよそからいらない毛持ってきてたらちゃんと払ってあげましょう。払ってね、そしたらこれクルリンされてます。逆リンパされてる状態で、これを、まあこれも本当好みなんですけど、僕はちょっとだけキュッてこう寄せるんですね、この幅を。フルリンパした時に、まあ、逆リンパした時にちょっとピヤってゴム感が広がっちゃうんで、それを縮めるためにキュッてします。そしてこれを結ぶんですけど、ちょっと一回よいしょ、そのこの逆リンパした毛をちょっと上に上げまして、これがこう動かないように切って止めてあげます。そしたらまた風磨の色のゴムを取ってですね、風磨くんの色の紫のゴムで、この1個目に止めたゴムと2個目に止めたゴムを逆リンパしたのを今度止めてあげます。またこういう感じですね、こういう感じで見えますかね、止めてあげます。で、止めてあげたらこれを、このダッカールを外して、ダッカールってこれですね、ダッカールを外してを真ん中あたりで割ってあります。見えないよね、絶対ね。これをね、これを真ん中あたりで割ってあります。そうするとなんかもうハートの原型ができてきた気がしません？これとこれですね。で、これとこれを、これとこれをここに結んだらもうハートの出来上がりなんですけど、多分角度的に
僕のクランプじゃないんですけど、どうやって倒すんだろう、これパワーで倒したら壊れちゃう。何これそんなことある。これを緩めたいんだけど、ぶつかるけど、すごい非常事態発生してる。なんだこれ。これ下げちゃった。これをさ、あ、こうやって緩めればいいのか。あ、できたできた。できました。すいません。お待たせしました。この、多分この状態で見ると分かると思うんですけど、でここでハートを結ぶときにちょっと安定感を持たせるために、要はこれ止めない、このピンでこれを止めといてあげるとブレなくなるんで、こっちも両方サイド見えるかな、ここを止めて、ここを止めてあげるとブレない。何がブレる、ブレないっていう話をしてるかっていうと、このあとこれをゴムで結ぶときに、これを結ぶときに、この引っ張っちゃったりするんですよ、一本の毛とかで。ピーってなって、自分がこういうフォルムのハートにしようと思ってたの壊されちゃうんで、そうならないためにですね、仕上がりのイメージをして、ドア結んで、これ引っ張っちゃうじゃないですか。だからこの2回転目入れるときにハートのたるみとかを、今結構パワーでいっちゃいましたね、微調整してあげて、可愛いハートを作りましょう。こういう感じですね。で、ハートの出来上がりですね。ちょっと待ってくださいね。こういう感じで、よいしょ、できてます。でもこれちょっとずれちゃってますね。これアウト。鏡越しでぶれてますね。で、これ後から調節できるタイプの、ちょっと引っ張って、ハートみたいな、ハートだよみたいな感じできましたね。わかりました。っていう感じでハートができるんですけど、ちょっと一回ね、そのササササササって作りますね。とりあえずゴムを用意して、今度はコーチの黄色でいきますか。チ君の黄色で、まあ、さっきと同様にとりあえず1箇所結びます。結びまして、結ぶ時もここからあるかな、ダッカールで下止めといて、無駄な毛を取らないようにします。で、取らないようにしたら結びます。1個結んだらもう1個結びます。はい、もう1個1センチぐらいで結びます。で、この毛をくるりんぱ棒で下から上にくるりんします。逆リンパ。毛質によってはこの逆リンパするときパワーでいくと痛いんで、ちょっとね、感じをつかんでいただいて、で、これをちょっとこのピンク色と黄色が合うところに収めまして、ここですね、ここを結びますと。
黄色といえばコーチくんなんですけど、僕もともとももクロすごい好きだった時にしおりんが好きだったんですよ。だから僕黄色を見るとやっぱりしおりんを思い出しますね。さっきねこれはゴム止める前にまとめ字つけたんですけども、このタイミングでも大丈夫です。つけてあげた方がパヤパヤパヤっていう毛がパヤパヤパヤみたいな毛が出ないんで、よいしょ、で半分に割りますね。半分に割って、あ、間違えちゃった、真剣に間違えちゃったバイバイ。はい、まさにね、よくある間違いをしちゃいましたね。たまにやっちゃいますたまにやっちゃいますって本当に今やっちゃったんですけど、多分さっきのやり方をちゃんと見てた人だったらね、あ、そこで間違ってたんだって気づいてくれた方もいるかもしれないんですけど、これ全部逆リンパしちゃったんですよね。これを全部逆リンパしちゃって、そうなんですよ、半分とか3分の1とかその毛の太さによって変えるんですけど、これ全部取っちゃったんですよ。なっちゃった。これを、まあ、ちょっとね説明するのにこう夢中で言い訳ですけどね、忘れちゃいました。これを半分くらいに分けまして、もう一回使ったゴムですけど、よいしょ、こうね、タッカーで止めてあげて、なんかおかしいなって思ったんですよね。いや、思ったんですよねってそこまで初めて気づいたんですけど、よいしょ、これね結びまして、でこれを逆リンパします。あれ、これをでちょっとキュッてして、キュッキュッてね、したらを締め上げて止めとって止めます。結構簡単そうじゃないですか。これ私でも友達にできるみたいな、そのお宅の子たちがその友達同士でヘアメイクしてあげるって僕聞くんですけど、そういう時にねハートを作れるよみたいな、私ハート作れるマウント取ってあげてくださいで作って、わーハートかわいい優勝みたいな感じで優勝しちゃってください。そのまま優勝って何なんですかね、僕もよく使うんですけど、何でもね優勝優勝、一体誰に勝ったんですかね、僕は優勝って言って、よいしょ、でも優勝です、ハートついてる子みんな優勝で、ここでまたピンでしまして、いやでも今このリボンの、リボンじゃないハートの作り方っていうのを、まあ、一応教えてるつもりでやってるんですけど、多分解説動画向かないっすね、まあ、向かないって思ったら練習したり、あの諦めたりするのが大事ですよね。諦めってすごい大事ですから、そんなこと言わないで頑張ろう。ピッピッ、このハートの形を調整してあげて出来上がりみたいな。ハートくんです、しおりんのハート、ポーチのハート、うん、やっぱりねこの推しの色とか使うとより可愛いですよねっていうハートの作り方動画でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。チャンネル登録してくれ、してくれ。チャンネル登録めちゃくちゃしてほしい。